カラーめっちゃ似合ってる。嬉しい。めっちゃいい。あ、めちゃめちゃいい。ありがとう。いいよね。レイヤー大好きすぎて。ガチレイヤーかわいい。色はね、なんかグレージュ系にしたね。まあ、いつも似たような感じになっちゃってるけど。そう、前髪ちょっと長めです、今回。前髪分けれるようにしたいんだよな。でも毎回毎回そうやって言ってさ挫折して切っちゃう。 TK さんハート10個も投げるくらいかわいい。え、ハート10個くらい、もっとじゃなくて。髪色落ち着いた。うん、で言うてね、染める前が激明るかったわけじゃないんだよ。あの色落ちはしてたけど、多分みんなが思ってる以上には明るくなかった。配信では明るく見えちゃってたけど、実際鏡で見たらそんな激明るいわけじゃなかったんだけどさ。同じオーダーしたい。あ、ほん、え、真似して真似して、リオの写真見せて、これでって、この色でって。秋っぽい。え、かわいい。やった。あー、姫の隣で歌ってたの覚えてるよ、もちろん。よくね、あのいろんな人が見てた。相当明るく見てたでしょう。そうだよね。でもそんななの、そんなだったよ実は。光に当たって明るく見えてただけで、色落ちはしてたけどね、もちろん。秋カラーです。嬉しい。てか美容室行けてマジで嬉しい。全然1ヶ月以上行けてなかったからさ、もう、まあ、あの舞台がさ、ウィッグだったから、まあいいや、見えないしって思ってたんだけど、これが地毛の仕事だったら言ってたけど。オーディオが美容院行った時の写真めっちゃ好き。美女いい。やっぱ美容院行ってさ、髪型可愛くしてもらえるからいい感じに写ってるのかも。今この色ちょっと地毛っぽいかな。地毛よりちょっと明るいくらいか。っていうかさ、やっぱ美容師さんってさ、マジでスタイリングめちゃくちゃうまいのね。なんかわかる？なんだろう、ただ巻いてるだけっていうか、なんかさ、すっごい上手でさ、自分じゃできないんだよなこれって思いながらいつも思ってる。そう、美容師買いたい。え、マジでさ、毎日さやってほしいスタイリング。ギャルっぽい、ぽいく見えてた。あのね、あんな明るくなかったよ実際。なんで同じようにやってもならないのか毎度不思議。え、てかリオ同じようにできない。巻き方がなんか難しい。しかもレイヤー入れてるからさ、すごいなんか特殊な巻き方しててさ、美容師さんガチで意味わかんなくて。むずすぎた。美容院ではね、リオ寝ない人です。うん、美容院ではっていうか、あんま外で寝ないタイプ。ヤッホー、やハロー、久々。うまくできないんだよな。オイルにスタイリングしてもらえ、え？リオでいいの？え？ゴリちゃん、ちょっとちょっと、ありがとう。何？ありがとう。何これ、猫系来たわじゃん。ありがとう。猫じゃないの？犬なの？犬か。
なんか猫耳っぽかった。そう、レイヤー入れると巻き髪めちゃくちゃ難しいの。そうだから普段リオワンカールばっかり内巻き。確かにハロウィンか、もうすぐ。何にも考えてなかった確かにもうすぐハロウィンだ。てか声のカスカスまだ治ってないね、リオ多分昨日とか一昨日かめっちゃカスカスでやばかった。舞台終わった次の日とか。え？え？めちゃ可愛いタワーやん。マジか。ありがとう。うれしみちゃん。ありがちょ。確かにスペミあったらハロウィンしよう。そうだね。オンライントークのハロウィン衣装楽しみにしてるよどうしようね。ウォーシンファニー去年なんかしたっけ。リオあれ去年じゃないっけ、メイドみたいなやつ。あれ去年じゃないっけ、一昨年だっけ。なんかさ、メイドみたいなリボン、大きいリボンつけてたやつ。あれいつ、あれ去年じゃなかったっけ。肉球ついてるやつ。そう、あれいつだっけ。去年な気がしたけど、あれ毎年今んとこやってるよね。毎年買ってる気がする、ハロウィンの。なんかでももったいない、本当にさ、ハロウィンの日しかさ来てないからさあ、やっぱ去年だったよね、去年やったよね。だって去年からあれ以来来てないもん、あれも。実際にメルカリ出してくれたら買うよ買う？いくらで出そうか。肉球リボンだっけ。そうそうそう、よく覚えてんじゃん。あれ可愛かったよね。普段着にできないやろハロウィン衣装若草式場はどう。あ、いいねいいですね。リオスペは人気だもんな。嬉しい、ありがたいことに皆さんがね撮ってくださるので毎回ありがとう。ねえ、でもなんか本当にスペメでしかさ話す機会がないからさ。そう、でもみんなのおかげで完売してる、いつも感謝です。クリスマスツリーはね実家にあるよ、ずっと。昨日余裕アニメ原作ファンの方のスペースで東郷さん大絶賛の嵐だったわよ。何それ、リオも聞きたかったんだけど。それは聞きたすぎた、さすがに。嬉しいな、
原作ファンの方々にさ、そうやって褒めていただけるのめちゃくちゃ嬉しい。スペミで余裕の話しよう。もちろんもちろん、待ってる待ってる、話そうね。感想聞かせて、まだいつか分かんないけど多分やると思うので。嬉しいよね、本当に嬉しい。エゴサとかしててもみんな嬉しいこと書いてあってさ、嬉しい、優しかった。原作ファンに認められたら一流だよね。いやありがたいですよ本当に。あのすぐへ乗りこなしながら演技もアクションもこなしてすごかったって言ってたの。あーそうだったの、嬉しいねえセグウェイすごいよねなんか乗れるようになっちゃった。元気ですよ。セグウェイ演出びっくりした。だよね、びっくりしたでしょ。もうね、早く見てもらいたかった。いやでも結構難かったよセグウェイは。本当にずっと稽古場で乗ってた、時間あれば。髪切ったの？うん、あでももともとレイヤーは入れてたよ。だからあんまりめちゃくちゃ変わったってわけじゃないけどね、もともと切ってたレイヤーをもっと深く切ったって感じ。あれ見てセグウェイ欲しくなった。欲しくなったでも普段乗れなくない？ゴーカートの経験はあんまり関係ないかも多分リオ、なんだろう、そういうの得意かも。なんか運動、昔からさ運動神経だけは良かったの。そうだから乗れた、乗れたのかもしれない。そう乗るとこないのよセグウェイ。そうそうそう、でもリオは本当に特技にしようと思っているよこれから。あそういえばさ、配信、そう配信も、配信20日までだっけ。ゆうゆうリオ見たよ、見たんだけどさビューンって進んでいくの映ってた。特技にするなら買ってこなきゃ。いやあれもらうわ、じゃああげるって言われたからくださいって。あそう、コツつかんだらね乗りこなすの早い。そうその通り、だって乗った日にもう乗れてたからね。実際スピードとか関係なくて普通に。自転車もわっぱなしも多分意外とすぐ乗れるようになったと思う。転んで泣いてとかはなかったかな。いやそうセグウェイね、重かったの、めちゃくちゃ重いからさ、持って帰るの大変。舞台端の席だったから見え方心配やったけど、結構加藤剛さんよく見えて髪すぎた。あよかった、よく見えててよかったよかった。自転車乗ってるイメージ湧かない？めちゃくちゃ乗ってたよ昔そりゃ高校生になってから乗る機会は減ったけど、中学までめちゃくちゃ乗ってたね。自転車でどこにでも行ってた、お友達と。音感いいし運動神経いいし万能だねありがとう、でもそこだけ
アンサンブルのお姉さん、あそう、あれはそのアニメの白のあの頭から出てるやつをあのあれに見かけて回してた。でずっと後ろについてくださってた。バギー乗ったことない、逆に。チャリ似合わないからセグエでいいよチャリ通じゃなくてセグ通チャリ似合わないの知らないでしょ。似合うよ結構似合っちゃうよ似合うよアクさんそれな、もう何年も乗ってないけどね。あでも乗ったわ、いっちゃん家泊まりに行った時自転車乗ったわ、いっちゃんの自転車。ゆゆの聖地香川でも舞台やってほしいってみんな言ってますね。あそうなんだ、確かにね、聖地でできたらすごいいいよね。田辺さんもやりたいって言ってたし。前にカゴついてる自転車乗ってたよりよ、大体みんなそれだったけど。やばい眠み。絶対泣いちゃうよ。トシさん涙もろいからね、稽古で泣いてたし最終稽古泣いてた。髪型大人っぽい。今日美容室行ったからね。最近新しくハマったご飯なんだろう。最近あお菓子ならある。あでもね最近じゃないこれ、毎年出てるポッキーのさ冬の口どけみたいな、あれ美味しい。今年も出始めて。あのグミ食べたけどソーダ派や。リオもねソーダ派だったの。でももう本当に稽古の途中、もう最初のもうだいぶ最初の方からソーダはもう出会えなくて、レモン食べてたらレモンも好きになって、でも結局本当にもうどこにでもどこも売ってなくて、リオアンサンブルの子が見つけたら買ってきてくれてね。そう優しくない、ありましたって言ってくれたの。えどこで見てんのみんな、リオマジで見ないんだけど。どっちも売ってないもう。まあでももう稽古終わったからさ、あれな、稽古期間にあれば食べる、リオが食べてたものなので。そうねえそうなの、うなぎバターさわかる、食べ過ぎてさ羨ましいんだけど、高猫ちゃんたちマジで本当に羨ましいって思いながらいつも見てる。あの稽古期間にポルチーニ出たの知ってます知ってます。あのいやあの本当リオ毎週さメニュー確認してるからさ、パリア見るやん、タイミングってなったね、タイミングってなったけど、やっぱパリアのポルチーニオタク
なので、あの食べました。私稽古終わりに買いに行って、2回ぐらい食べました、しっかりと。でも2回しか食べれなかった。うん、2回しか食べてないんだよね。初ポルチした、美味しすぎてびっくりした。でしょ、あれやばいよね。でしかもさ、1個聞いてほしいの、めちゃくちゃ悲しいことがあって、いや表参道にね行ったんよ1回。そしたら今なんか食事やってませんみたいに言われちゃって、もう泣きそうになったよね。お店まで行ったのに、今あのカフェしかやってないんですみたいな言われちゃって、そうなんですねって言って、結構ショックだった。忙しいながらもね、ポルチーニは絶対食べたいって思って行ったよ。だって次逃したらさいつ出会えるか分かんないからさ。そう、表参道やってなかった。だからね、あの持ち帰りしたよ、他にやってるところに行って。いや推し編じゃないよ、ポルチーニはずっと推し。でもどっちも期間限定だからさ、タンタンちゃんも店のタンタンもポルチーニも、いやわかんないんだよね、ペースわかんないからさ。だから稽古期間でも行ったよね、今日稽古早く終わった、間に合う、まだ間に合うって言って急いで帰ってお持ち帰りして、本当に。でも無事食べれてよかった。でも2回しか食べれなかったしか2回しかなんだけどいやリオは食はすごいからね、あの食べたいって思ったものを絶対に食べるえポルチーニ期間長くしてほしいよね、わかる。ずっと置いといてほしい、ってかマジで。でもずっと置いてあったらリオそればっか食べちゃう。行けるなら何回行きたかった、わかんないけど結構行ってたと思うよ、食のためにふっかる。うん、てか食だけじゃなくて多分リオはふっかるです全然。どこで食べれる、パリアっていうご飯屋さん、パリアっていうご飯屋さんでメニューが変わるんですよ。でももうない、今もう終わっちゃいました、ポルチーニ。ちょうどね舞台終わるタイミングで終わっちゃって、違うリオ最初さポルチーニ見た時、舞台終わったら行こうって思ってたらタイミングもうちょうど舞台期間にかぶってて、丸々待って終わってから行けないやんってなった。食へのこだわり強くて安心する相変わらず。はい、いや早いよね終わるの。早いんだよね、もうちょっと長くしてほしい、人気メニューだから。リオからして大好き、本当に美味しい、ガチで美味しい。ね、定番にしてほしいよね。本当に次いつ出るかな、わかんない、本当にちょっとまだ未知だねわかんないな。初日に行けたのに2回しか食べなかった。あ、2回行ったんだ、一緒だね。でも2回でも今回お店で食べれなかったからな、どっちも持ち帰りした。え、大阪行けるかもなの。うなぎバター絶対食べた方がいいよ。次年っていうお寿司屋さん、うなぎバターガッチで美味しい、本当に美味しいから。カフェイタリアンフレンチ、
なんだろう、カフェかな、パリアは。カフェ、なんか定食が食べれるカフェ、定食っていうか、なんかおしゃれな定食みたいな。土曜日また暑いのでらしいので、かき氷とか期間延長して、ええてか、ま、さまだ暑いの？ いつ寒くなるの？はてって感じで、じゃない？ 本当になんかまだ寒くないよね、全然ちょうどいいって感じだけどさ、今もうちょっと寒くなってほしいかも、リオ的には。着たい服が暑い。リオが着たい服がもうちょっと寒くないと着れないからさ。なんか全然、そう、本番期間とかめちゃくちゃ暑かったね。めちゃくちゃっていうか、普通に暑かった。なんか難しいよね、夏服もうしまおうって、もうしまりかけてるけどさ、でも全然まだ半袖でもいける日あるしなって思ってたんだよね、お昼とか。夜はちょっと長袖でちょうどいいぐらいだけど、ロン T。 韓国で服買いに行きたいよ、そりゃ。日曜は寒くない？あ、日曜寒くなんの？難しい。 むずー。明日は？今日と同じぐらい？もうちょっと寒くなってほしいな。でも最近さ、外歩いてたらさ、金木犀の匂いがして、いい匂い。パーカーまだ暑いよね。そう。あ、幽遊の舞台、客席寒かったよね、やっぱ。そうだよね。ステージ上はめちゃくちゃ暑くて。今日暑くないって毎日言ってた。今日暑いよねって。毎日それを言ってた。でも昨日の方が暑いか、みたいな。でも客席は寒かったよね。明日雨なのか。悲しい、そっか。かき氷は食べてない。俺汗かいてた。嘘。暑 かった？厚着してたんじゃない？ママが客席寒かったって言ってた。この洋服は、この洋服はね、涼しいっていうか、ほんとシースルーなんで、寒いかもしれない、これ、夜は。そう、暑い、めちゃくちゃ暑そう、照明とかあってめちゃくちゃ暑かった。制服のね、ニットが暑かった。東郷さんの。衣替えはね、してない、まだ。でも夏服はね、しまいつつある。ゆうゆうね、映像見たよ、もう、リオ。もちろん。もちろん見返した。私ももう一回見たいけど時間あるかな。20日まで見れるよね。20までか。ローラースケートじゃなくてね、セグウェイなんですよ、あれ。足を乗っけてるだけ。ただ
足乗っけてて自分の体重移動で動いてる。めちゃくちゃ難しいセグウェイに乗ってました。見に来てくれてありがとうございます。ぜひ配信見てください。オリオ夫人の活動残りわずかだけど頑張ってね、悔いの来ないでね。あ、そうだそうだ、その話をね今日はしようと思ってたんですよ。アサルトネタもまだ話してない、それも話さなきゃ。話すこといっぱい今日あ、でも今日は本当にあの夫人の話をしようと思ってきた。舞台の話であんまり話せてなかったんで。そう、ちょうどね、余裕の舞台が始まる前日かな、あれ前日だったよね、発表されたのが。今リオが入ってるグループ、婦人文学少女歌劇団っていうグループがあるんですけど、婦人が11月30までで、あ、そう、解散をしてしまうことになっちゃいまして、そう、急なお知らせで本当にみんなには申し訳ない気持ちでいっぱいです。うーん、寂しいよね。そう、赤坂一長、悲しいよ悲しいよ、みんな同じ気持ち、メンバーも、メンバー悪くない、悪くない、悪くないよ。まあ誰が悪いとかわかんないけどさ、大人の事情で。まあ結構リオさ、いろいろグループやってきて全部解散してる全部解散してんだけど、まあ全部結局まあ大人の事情とかだからさ、またかって感じです。自分の気持ちはまたかって。いや、そうなんだよ、残り1ヶ月は急すぎているよね、本当にそうだよね。なんかさ、いつ発表するんだろうってずっと思ってて、なんか早く発表した方がさ、その11月30も早めにみんな押さえときたいと思うし、スケジュールもだから待ってたんだけど、結構ギリギリになっちゃって。まあ確かに野菜はコロナの影響大きかったかも。もっと早い段階で、早い段階っていうのかわからないんですけど、で急に、でも急に言われた、本当に解散しますみたいな感じで急に集められてさ、メンバー解散しますみたいな言われて、なんか何も言えなかったよ、急です、急に言われた、しかも最近さ、最近こう夫人を知ってくれてさ、アガサを好きになってくれた方もたくさんいたのね、いて、なんかそれも実感してたし、めちゃくちゃ嬉しくて、そう嬉しかったのに、こういう結果になってしまって申し訳ない気持ちでいっぱい、本当に。なんか特に
最近知ったばっかでさ、これから婦人に通おうとか思ってくれた方もたくさんいると思うんだけど、うん、ごめんなさい本当に、うん、予兆もなく、うん、まあ対バンライブとかはさ少なかったよね、確かにって思うよね、でもみんなファンの方思ってたんじゃないかな、どう、まあ舞台あったけどさ、でも夏じゃない、夏じゃない、うーん、9月とかさ10月話し合いの機会っていうか、話し合いじゃなくてもう結果を伝えられた、リオたちは、うん、謝ることではないよ、うん、そう言ってくれるのはすごいね、なんかありがたいんだけど、でも本当になんかマジで申し訳ない気持ちなんだよね、リオは、うん、楽しみにしてくれてた方がたくさんいたからさ、これから3どうなるのとかさ、0003続き楽しみとか、いつもオリオからやめない説、うん説っていうか、そう今んとこ事実ね、リオは何したいかって今後、まあどうするかはまだ分からないけど、でも芸能は続けると思います、うん、まあ、これはずっと言ってるしね、みんなにリオはずっと芸能やると思うって、うん、だからそこは心配しないでほしいっていうか、この世界から消えることはないので、変わらず応援してくれたら嬉しいなって思います、みんなが応援してくれる限りリオは芸能界に居続けるので、うん、その気持ち、舞台、うんうん、それもね、もちろんアサルトリリーでミサカっていう素敵な役に出会えたし、しかもね来月 AK ガーデンあるんですよ、そう AK ガーデン出させていただくので、そちらもね何かあるのかな、 AK ガーデンで何があるのかわからないですけど、リオもうん、きっと舞台も続けていくと思うし、その一言が聞きたかった、当たり前じゃん当たり前に活動続けるよ、リオは。今までより直接会える機会増えるかもね、もうそれは分かんないけどね、うん、まあ、本当に分かんない、リオも分かんないですけど、うん、そう AK ガーデンは前初めて出た時仮猫状態だったので、今回はサングリーズルのみんなもいるので仮猫にはならないと思います、はい、素のっていうかさすがにあんなに仮猫になることはないと思う、あんだけサングリーズル集めて何もなかったら泣いちゃう、そうだよね確かにね、オリオに会えなくなったら干からびるわ、そうでしょ、干からびちゃうからそうさせないよ、うん、いや事務所とかは分からないです、多分分か居続けると思うよ、活動続けていくからきっと、あそうゆいちゃんも一緒なの次、そう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 、 AK ガーデン楽屋で話したこの前、えゆいちゃんも AK ガーデンいるのって、そうって話した、
周りだけ盛り上がったらごめんなさい、アサルト嫌いにならないでって祈ってましたけどね。とんでもないっていうか、あの時はマジでリュウめちゃくちゃ緊張してたから、そう普通にもうマジで緊張してた。初めてアサルトのイベントだったから。ずっと応援してます、ありがとうございます。これからも応援しててください。嬉しい。でも本当に11月30日ってすぐすぎるんだけど、本当に急だよね。本当に急すぎるし、なんかその日までもう何もないっていうのもあれだけどね。なんかとりあえず11月30は絶対に来てくださいね皆さん。不純の最後のイベントなので。新章第3弾待ってんだよ。待ってる、待ってて。絶対サンチ行く。うん、待ってる、来てね、飛行機取るわ。おお嬉しい、遠くからありがとう。オーディオ試練、試練の芸能生活だよね。うん、もう本当よ。いろいろありすぎ、まあそういうもんか。わかんないけど、4回目の解散かな。サンジは何が何で負ける。うん、よろしくね、さすがにね。ついていきますで、ありがとうございます。本当についてきてください、これからも。元気出してくださいね、ありがとう。みんなもね。いや難しいか、難しいよね。でもみんなも急で悲しい気持ちでいっぱいだと思うから、今日の天気いいですよ。晴れ、曇り晴れだったかな。寂しいけど不純楽しい思い出しかないかな。よかった、楽しい思い出ができたならよかったよ。会える機会減っちゃうの寂しいけど、ある機会用意してくれるだろうか、楽しみにしてるね。うん、あそう、リオさっき話したんだけど、そう芸能は続けていくよっていう話をさっきしてた。みんなが応援してくれる限りリオはこの世界に居続けるのでっていうことはさっき言ったので。あ、リギマ中でも聞いてた。しっかり聞いてた。さすがに舞台初日前日ヒヤッとした。そうだよね。いやリオもさ、バータリ中だったのね。バータリ中でさ、前日、あー7時かドキドキってめっちゃしてた。バータリ中でやばい、あと30分、
え、で携帯触れるかなこの時間みたいな、発表される時間携帯触れるかな。ちょうどさ、バータリーっていうかゲネか、ゲネだったんだ、そうだ、ゲネ終わりだ、ゲネやってて前日、ゲネ終わりで直しとかしてる時間だったの、ちょうど。そう、でも発表された瞬間にツイートしたかったから携帯を手に持ってて握りしめたまま、あの劇場にステージ上にいて、私はちゃんとね、ちゃんとゲネやったよ、ちゃんと集中したんだけど、終わってからがあとちょっとかっていう気持ちにはなってた、うん、多分みんなオーディオ大丈夫かなって思ってたんじゃない、明日から舞台なのにって。でもリオは知ってたからさ、うん、そのみんなと同じタイミングで知ったわけじゃなくて、前から知ってたから、ちゃんと整理もついてるから、そこは心配しないでって気持ちでした。舞台は舞台で本気で頑張るよっていう気持ちでした。あ、そっちの心配してなかったんかい精神的に参ってると思ってた。大丈夫だよ。確かに生誕祭の前日やばい。そっか、そうだよね、本当にタイミング、なぜあの日にしたって思う本当に。今舞台の配信アーカイブ購入した、ありがとう。フジのラストもぜひ駆けつけたい。え、もうお待ちしてますよ。もちろんやりきるよ、もうその時はもうゆうゆうゆう全身全霊の気持ちだったから。千代って実はタフだし、ステージ上なら無敵だもんね。でもうん、そう、え、タフってさ、あんまり理由分かってないんだけどさ、でもそうだと思う、その通りなんだよね。なんか心臓強いっていうかメンタルは昔から強いので、千秋楽のカーテンコールマジ良かった。え、あのさ、本当にリオ何も考えてなくてさあのちゃんと喋れてた、カーテンコール、そういうとこも好き、ありがとう、そう言ってくれて嬉しい。カーテンコール出てくる、で出てくるとこセグウェイ乗って出てきてるかな確かにセグウェイ乗ってくればよかった。あ、アサルトの時より落ち着いてる感じした、そりゃそうそりゃそう、なんかやっぱりあのアサルトの時は初めて、なんか座長だとやっぱね、あのあれなんだよ、テンパっちゃうんだよ、自分が引っ張んなきゃいけないからさ。そう、今回はさ、さきほちゃんだったから、リオは自分の番が来たら喋るっていうのだからさ、わかる、言いたいことあの座長だとね、やばいの、テンパっちゃうの、ポンコツになる。強ければ強いほど壊れると悲惨だから、あー、ありがとう、ありがとね、怖
壊れるかな。大丈夫。しかもなんかアサルトの時人数も多いしさ、もうなんか本当にテンパっちゃうんだよね。アサリ座長だったの、座長だったの忘れてたわ。今思うとすげえよな。当時も同じこと言った気がするけど。ありがとう。やばいよね。なんか自分でもびっくりしてる。意味わかんないぐらいに。過去最多だったよね、人数。わかるわかる。だし、なんか、すごかった。本当にポンコツだったよね、リワの時。やばすぎ。ああいうのって緊張する。ほんと。東京生活続けるの？一旦長に帰るとかせず。うん、東京にいるよ。先輩だらけのあの中で雑長として挨拶するのいかにも大変そうです。本当にそうなの。本当にそうなんです。マジでそう。先輩、アサルトのさ、先輩方がいっぱいいる中、リオが一人で喋るのがやばすぎた。まあ確かにね、春菜さんが助けてくれてた、あの時は。心強すぎた。わかる。あの人自分のことで本番中やらかしたけどね。お台場の時だっけ。出るの忘れてたんだっけ。ねえ、やっぱりなんか出てくるとこ出てこないのやばい。ガチやばい。でも本当にあのそういうさ、出ないシーンとかあるとさ、多分楽屋戻っちゃったりしてさ、ちょっとあのなんか別のことしだすと終わる。本当に怖いよ、出とちり。うん。でもまだ多分やったことない、今までで人生舞台やってて。怖すぎる。ねえ、出とちりしちゃう。やばいよね。まださ、もしアサルトとかで新章とかでさ、まあ、大人数でそのシーン自分がセリフないならまだセーフかもしれないが、セリフがあって出とちりは終わり。本当に。あ、そうだね、リオ直前までセリフ唱えてるから出とちりないわ。確かに。はじめまして、来てくれてありがとうございます。セリフ裏で噛んでて遅くな、ん？遅くなりそうになったことないと思う。うん、ちゃんと出るときは出た気がする。てかでも逆にセリフを裏で唱えすぎて分かんなくなることはあった。実際にそのシーンになって練習しすぎて分かんなくなることはあった。楽屋でしばらく待つパターンもあるの？あ、それはもう自由だよ。自分が、あ、次のシーンしばらく出ないなって思ったら楽屋戻る子もいるし、うん、自由ですよ、それは。だから誰かが呼んでくれるわけじゃないからさ、全部自己診断なので、
そう危ないよね。ちゃんと聞いとかないとさ、楽屋に行ったとしても、あの大体さ楽屋にさあるのよ、テレビみたいなやつが、本番が流れてるリアルタイムで、あと音ちゃんと聞いとかないと、あそろそろだなってなったりするし。で今回のサクラタウンはあの本当にステージと楽屋もめちゃ近くて、激近でもうすぐそこだから、リオもね戻ってた楽屋に、お水飲みに行ったり飴舐めに行ったりした。喉カスカスすぎて千秋楽蜂蜜舐めに行ったり、楽屋に近くてありがたかった。でもねあの亀有は楽屋遠くて階段があんのよ、だからリオ一回も楽屋戻んなかった、アサルトの時は。だしなんか戻れる時間があんまなかったってのもあるんだけどさ、三坂ずっと行っててたから。そう、サクラタウンはめちゃくちゃもう楽屋すぐ近いからありがたかったね。姉妹のくだり、あそう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 、あのさ乃木園子ちゃんと会話したあと、そこかな、そこ着替え、その後着替えて、着替えてちょっと戻れる時間があったの。そう着替えもあったからあれだけど、ゆっくりはできなかったけど、姉妹のシーン、姉妹からのかりんちゃんのとこだね、かりん台風時とか。リリオホールはもう本当に階段があるから大変だったね。リオは戻ってないけど、楽屋こんばんは、やっほー、アイドルというより舞台の人になってきたそうだね、最近は舞台が多いからね。だし不純もアイドルじゃないからさ、やっぱりアイドルではなかったし。ボンは人力です、今回も。はい、そうなんです、本当にすごい。いやそうなの、ステージ裏で道具セットしてたスタッフさんも本当にすごいよね。うん、なんか本当にスタッフさんのおかげで成り立った舞台です。そのうちの演技でよかったね。わかる、飲み会最中で配信あって泣きそうだったの。そうちょうど今日はね、あのさっきちょろっとあの不純の話もして、アガサの美人ほんと好きだからそれ見れなくなるのすごい残念、アガサの写真集ほんと。いやでもそう結構ね、アガサの美人好きって言ってくれる方いっぱいいてさ、嬉しいんだけど本当に。うん、ありがたい。アガサちゃんの美女大好き嬉しいな。最初さ初めてそのキャラの美女知った時、メガネかってなってたの。そうなってたのに、今ではなんかそれがさチャームポイントだしさ、みんなさツインテールにメガネで帽子好きって言ってくれるしさ、ありがたいんですけど本当に嬉しい。おだまりね、アガサのおだまりは聞けなくなるけど、リオのおだまりならいつでもアガサの美女で一目惚れしました。嬉しい嬉しい、過去ガチありがとうございます。一番好きですね、本当に嬉しい。だからこうやってさすごいアガサを好きになってくれた方がたくさんいるから、本当に残念な気持ち、わかる。リオも初期のゴリゴリメイクやりたい、闇メイクみたいなやつね。結構闇メイク好きだった。
ガサの美人は好みドンピシャなので見れなくなるのは悲しいですが、お入りの中で生き続けるので、いやいいこと言う。そうだね、その通りだよね。チームにも出会わせてくれたし、そこそうだね。でも確かに、しかもさ、なんか何よりさ、リオ結構そのリオじゃない、リオだけじゃないけど、そのメンバー、不純メンバーってマジで仲いいじゃん。仲いい、よすぎて、本当にみんなのことが大好きで、大好きすぎて、大好きすぎるから、だからなんか解散しちゃうのがさ、解散しちゃったらさ、みんなで活動できなくなるから、それ結構きついなって思ってる。うん、あんなわちゃわちゃみんなで学外でさ爆笑したりできなくなるって考えるとめちゃくちゃ寂しい。メガネ美人見れなくなるけど、メンヘラホイホイ隊長にはまた会えるか、まだ会えるかうん、そりゃもちろんメンヘラホイホイ隊長にはまた会えますよ、きっと。解散しても遊んでね。うん、それはね、メンバーのこと大好きだから。あとリオディズニー行けなかったからさ、稽古期間で、この前行きたいな。本当に不純って仲いいんだよねでも伝わるよね。でも それこそミクサー情報局とかさ見てたらわかると思うけど、あの本当あんな感じでみんなわちゃわちゃしてて楽しい。か不純の活動が本当に楽しかったし。そうだね、セナ、双葉、なっちゃんとかにも会えたのも不純のおかげだし。てかセナとか会ってなさすぎてやばい。会いたい。双葉もか、対バン出れなかったもんね。会ってなさすぎてマジで会いたい。いつラストかな、わかんない、結構だいぶ前だと思う。リオ、双葉も会ってないよね確か。でもセナの方が会ってないか、あれ一緒か。だいぶ会えてないのは確か。オイリオどのグループ活動でもメンバーにも恵まれてたよね。え、確かにそうだね。あ、でも本当にそれはそうだと思う。結構リオ、ピンクベイビーズの頃からもさ、今でも遊んでるメンバーいるし、メンバー恵まれてるわ。2周年の後対バンあったよ、何回かあったよね。でも最後のあの対バンはアットジャムだったから。そう、アットジャムもいつだっけ、9月の頭ぐらい。これを機会にオイリオファンクラブの検討もぜひ。え、ファンクラブ作ってほしいですか皆さんあ、そうだ、稽古前だったわ、アットジャム。そうだ、もうリオ明日から稽古とか言ってたわ。ファンクラブあれば入るし、なくてもファンだし。そうだよね嬉しい、あれば入る。うーん、ファンクラブ、うーん、考えたことなかったんだよね、まだまだっていうか、あのグループ活動してたからさ、個人でファンクラブを作るっていう考えになってなかったんだけど、たまにさ言われてたの、ファンクラブ作ってほしいって。
うん、ファンクラブ選考とかは確かにあるもんね、舞台でも。確かにそうだよ、ね、今回のゆゆゆもそうだったもんね。ファン、そのファンね無人島いるかな、ゴディバと一緒にいるんじゃない。そっか、天使のガムもそうか、やっぱファンクラブ選考とか結構あったりするもんね。うん、なるほどね。で、天使のガムマジやりたいガチ楽しかった。二人ならないなら欲しい。うーん、なるほどね。ちょっとリオ、あの相談してみるね、マネージャーさんとかに。どうなる、なんて言われるか分かんないけど。大森リオちゃん名義でチケット取りたい。あ、ファンクラブだとそういうことができるってことか。確かにモバメモバメ的なの欲しい確かにモバメリオ結構モバメさ好きなんだよ。なんかさ SNS には載せられない、ちょっとなんかさ、あのなんて言ったらいい、しょうもないこととかさ、モバメならさ遅れちゃうみたいなのあったからさ、結構リオモバメ好きだった眠たくんそう、題名がね、そうリオやばいの、そうライン感覚、そう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 ねね、モバメリオやばかったよね絶対。いや、バス停までパン加えてないよ、走ってたけど毎日。マジでリオ、モバメの件名はマジで謎だったと思う。自分でも謎だったなって思うんだよね。モバメ重要ありすぎる。いいね、リオもモバメやりたいからファンクラブ作りたいわだって本当にさ、結構さストーリーとかにもさ、なんか載せられない、載せられないっていうか、写真とかさ結構見せたいけど載せるほどでもないなみたいな写真結構あるからさ、そういうのさ送りたいんだけど、みんなに送りつけたい。モバメね、おもろいですよ。そう、まあリオのモバメはほんとほぼ飯テロっていうか、なんか食べ物ばっかだったんですけど、螺旋の時はね。題名だけでもおもろいもんありがとう、笑ってくれてそう、なんか意味わかんない題名つけてたよね、自分でもそう思う。今これハマってるみたいな、今日これ食べたとかさ。モバメいいよね。モバメいいよね、わかる。あ、モバメね、リオもね読めないんだよね、過去のやつもう読めなくなっちゃった。そうそうそう、ニヒヒヒとかえぐい、やばい、やばくない、メールの題名ニヒヒヒヒ、やばい、さすがにやばいね。ねむみちゃんいたほんとやばいんだけど、なんか何も考えずに書いてた、何もいや考えてるけど考えてないみたいな、そういうのがいいんだよね。そう、日常の、そう日常の切り取り、そう本当にその通り。あんまりこう SNS じゃわからないところがモバメではわかるみたいな、モバメでしかあの知らないこととか。ピノマルって何、あれ固まった、あれ固まってる、動いてるかな、あ、戻った。あ、よかった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 。今、リオ何喋ってた？一人称 Y とか使ってたっけ？リオ？え？使ってたよね、たまに。あれ？たまに使う。てか、今でも言う、たまに。あの、文字に Y は言わないけど、Y もとか言うんだけど、たまに。言っちゃう。
あ、でも待ってリオ、この前 LINE でワイモって言ったわなんかの LINE グループ、ゆゆゆかな、勇者部の5人の LINE グループで言ったかもわかんないけど、たまにワイモは言う。あ、喋る方でワイ珍しい、逆に逆にね。マカロンロン、何マカロンロン、トゥンカロンの話でもしてる。オクトーバー出てきてじわる、え、やば、オクトーバー、あ、それ題名もめの、さすがにやばくないどういう経緯やばいんだけど、自分で書いたのにもわかんない。明日も頑張ってね、お互いに頑張ろうね。題名やばいねそれ。グラチャでグラタンとポッキーちゃんの話さやばい、てか、え、やば、リオってアホやな意味わかんないんですけど、グラチャ、グラチャ、題名グラチャで内容グラタンとポッキーなの、ポッキーちゃんツボ、我ながらおもろい。はあ、キンパ食べてポンポコリンって出てきた、どういうこと本当にやばいね、タイトルセンスやばいよね、なんか若いっていうか、なんか変変やな。ファミマで見つけたらしいよ、トゥンカロンばかり食べてて久々に普通のマカロン食べたんだと、あ、へえとか言って、そうだったんだ。モバメの題名ク、さすがにやばいね。マーゴってタイトルで黒ゴマの話はあ、おもろ、適当すぎておもろい、それがいいんだよねまたねえ、確かにね、こう考えるとモバメいいな、やっぱりモバメやりたいね。いや結構題名書くの大変だったんよ題名考えるのとむずいから、本当に多分エリオ思いついたものっていうか、苗って書い、苗ってやつあるけど内容と一致してなくて、おもろい、え、待って、苗って書いといて内容と全く一致してないのやばくない、大体エリオさ一致させてる気がしたんだけどそんなこともなかったね、どうでもいい題名、内容と一致してないの多いわ今思うと。あ、アドバイスとかないよ、全部自由、自分で。いやでも結構モバメはね、あの本当になんかしょうもない写真送ってごめんねって感じだった。あ、無題の時な、なんでだろう、あ、時間なかったんかな、本当にたまにあったか、でもなんでだっけ、妹子のこともイモちゃん、イモちゃんはー、ウケるな、マネさんチェック引っかかったこと、あ、意外とな、ないかもしれない、多分いいな、みんなもモバメ見れて羨ましい、見れないんだけどリオ自分送ったやつ、いいな。あのしょうもなさが癖になってた、そうでしょうじゃあもし今後リオがファンクラブを作れるとなったら、モバメはやりましょうファンクラブ作れたらの話だけどね、バックアップ取ってたから写真も全部見れる、強っ、マジか、いいね、
確かにひらがな多かったかもね。本当に一文字、ひらがな一文字とかもあったと思うんだけど、何も考えずに書いてたからタイトルは タイトル飯テロは先に警告してて優しい。珍しい。警告してたのリオ。マジ珍しいねそれ。優しめ、羨ましい。モバメのアカウントメルカリに出てないからそんなこと言ってくれて嬉しいよ。本当にしょうもないことでしたけど、リオのモバメ内容もおもろいわ嬉しい、なんかおもろいって言ってくれて。プリッツが極細だったってどういうことマジどういうこと、意味わかんなくておもろい。ムーで悩んでるかと思ったら、うなぎの話とごま豆乳鍋にラー油入れたら美味しかったって話マジで関係ないやん、内容と題名やば。まあでもそんなもんだよね、リオのモバメって。そうだった、今思い出した、本当に関係ない題名つけてたわ。でももしまたモバメやっても多分そうなる、何も考えずに題名はつけちゃうかもしれない。あー始球式いいね。赤よりオレンジの福神漬けが好きなんよね。そう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 だよ、懸命プーマジでわかんない内容、何それ、モリモリくん全然わかん、関係なかった、やばやばいね。平和やな、平和平和よほんと。笑いすぎて腹痛くなる聞いてるだけで笑けてくるよね。人によって違いすぎるな。エリオって結構ヤバめだよね、多分メンバーの中でもヤバめの方だと思う。しっかりね、日記みたいに書いてるメンバーもいたよね、多分わかんないけど、全員の見てないからわかんないけど、ナンバーワンじゃない？え、それ何ナンバーワン？ちなみに何のナンバーワンだけ教えてもらっていい？たい、おもろさ変さけんめいおはようで本文おはよう、どういうことってやばさナンバーワンか死んだ。確かに頻度もバラバラだったね。雑さナンバーワン、雑いやちゃんと書いてたって、写真も載っけて。うん、理解できないの多いやばい、それはでも懸命ね、懸命でしょふうサバイブの前日のもめ、マジかマジか。オーディオって今も昔も変わらず面白すぎるよね。ありがとうありがとう、本当に。でもあのそうですかおもろい、ありがとうね。性格はでも変わってない、昔から。件名最後につけてた、本文書いてから件名書いてた。あの軽い感じが好きだから、復活待ち遠しい。え、あの軽いのがいいんだよね。そうだよね、わかるわかるとか言っていい意味で変わってない、変わってないね、本当に変わってないよ。あ、テレ朝のあ、ウォッチガールですか。ウォッチガールもね、あれもねおもろいですよ、あれはおもろいですよ。うん、狂っちゃって、
最後に懸命つけてこれかよ。懸命書いたけど本文がずれてたっていや、わかんない。多分、いや、最後に懸命だった気がする。覚えてない。多分だから最後だから、たまには合ってる、え、本文と合ってる題名もあるはずだから。さすがに大体は合ってるでしょ。そうでしょ、そうだよ。僕見るとだいぶずいぶん前から韓国料理ハマってたのね。うん、韓国料理ずっと好き。チョコ食べた日、おチョコとかチョココなのかも。本当に2021年2月4日がヤミーで、2月8日がヤミーだ。笑わせないでいただきたい。やばやばい。ネタ切れだ、さすがに。おもろすぎる、最高だね。そんな、もう全然覚えてないもん、自分のモーメのなんかそういうの。オイリュずっと変わらないでいてほしい。変わんないよ多分ね。変わりたくても変われない。ちゃんと探せば被ったようになりそうだな。あるよあるよ、当たり前じゃん。だいたい被ってるって思ってるんですけどね。食べ物ネタがほとんどだったと思うよ。うん、食べ物か、今日もバス停まで走ったみたいなメール、学校行ってきますみたいな。高校生だったからね。走ってたでしょ、毎日走って、うん、そうそうそう、マジで毎日走ってた。本当にそう、本当に毎朝走ってたバス停まで。でいつもボメに書く、今日も走ったとか。多分大入は結構トーク持ってるよね。いや、なんか持ってるっていうか、なんか喋ってる、気づいたらめっちゃ喋るみたいな、なんかわかんない。なんかおしゃべりなのかな、普通に。なんかネタ持ってるわけじゃないよ別に。ネタっていうか、なんだろう、わかんないです。8月9ファイオー、8月19ファイオー、やばい、それももう似すぎている。題名惜しい、惜しいね。今なら夜更かしして朝方寝ましたみたいな、ごめん。あーもう絶対あるよそれ。え、でもバレちゃうな、それでみんなに。リオの生活バレちゃうわ。今から寝るとか言って。無駄にせずにちゃんと題名つけようとする努力、え、マジでそう、え、ね、そうなの、わかったわかったとか言って。そうなんだよ、無駄にしないでちゃんと題名つけている努力よ。そうなの、えらい。みたいな、ちょいちょいあった。それはなんでだろうね、覚えてないけど。書き忘れだと思う、多分普通に書き忘れたの結構あった。無題の時頑張、内容頑張ってた。なんかいつも頑張ってないみたいなさ。しいたけくんってつけた時の気持ち知りたい。申し訳ないけど分からん、その気持ち。ごめん、今のリオはちょっとそのしいたけくんってつけた時の気持ち分かりません。あ、ネギシのメニューは白タンセットプラスブラッキー3枚。あ、もうそれはね、そう、今でも変わらずブラッキーは追加。いつもよりね、いつもよりね。おもろ、てか延々喋ってるね、ウケる。
そろそろ終わる12時になるしね。面白い。てかモモメおもろいね。やっぱお前おもろかったんだな、リオのモモメって。なんかおもろいってかやばかった。題名後からつけるタイプなんやな。うん、後からつけてたよ。もう12時だよみんな。まだ飯食ってない。え、嘘。食べな食べな。やはりセンスがいい。あ、センスいい。ありがとう。そう、もう12時ですけど、もまだ回える、まだ回える。何まだ回える。ファンクラブコンテンツってなんか特別感あってよかった。そうだよね、わかる。ファンクラブに入ってないと知らないこととかもあったもんね、きっと。それこそモバメとかもそうだね。まだ燃えるマジ使い勝手いいよ。いい、真似してこれから。リオまだ燃えるんだけどって。週に2回週に2回なんだ。最近リオのさ、周りの友達が逆にねとか使うからさ、リオも最近逆にねにハマってる。なんか逆にねのタイミングじゃないのに逆にねを使うの。全然逆にねじゃないのに逆にねって言ってくる人がいるのね。それがツボ、ツボでさ。モバメはなんかラスアイのファンクラブだよね、あれ。ラスアイのファンクラブっていうか、そうだよね。なんかラスアイでメンバー選択系だったよね、あれ確か。追加できるよみたいな、メンバー追加できるよみたいな感じだったよね、きっと。推しを選んでみたいな。モバメはモバメだけで購入、そうだったっけ。そうかも。ちよママおめ、あ、ほんとだ。ママのお誕生日です、今日は。おめおめおめ。泣きのスタンプ送ってきたママが。メイの勝ち、早かったね。ママも配信聞いてる。そうそう、ママも喜んでいるよ、みんなからお祝いの言葉をもらえて。優しい。バーバー3日後、よく覚えてるね。そう、あとリオのいとこもね、誕生日近いの。てかもう10月か、やばいね。あと2ヶ月って今年終わるじゃん。やばくないかい。モバメに書いてあった。あー、確かにそういうのもモバメでしか知らない、あの言う時あるもんね。
もうっていうか中旬やけどそれをね、それな。え、そう、なんか暑いじゃん。暑いから10月感ない、本当に。あれで月間330円は神だったな。あ、330円だったんだ。確かに今思うとお得だね。それでなんかみんなの文読めて。先週さ、先週だっけ、一回寒い日あったよね。一回っていうか二日間ぐらい寒かった。ちょうどね、バータリの期間、なんかあのそれこそ桜タウンにバータリ行ってる時にめちゃくちゃ寒くて、裏起毛のパーカー、あ、トレーナー着てったもん、寒すぎて。それちょうどよかったぐらいで、なのになんか本番になったらまた暑くなったっていう。今年は折り押しになって楽しくてあっという間だったな。嬉しい、ありがとね。これからもよろしくお願いしますね。ついてきてください、リオのこと。あ、リオにウニウン全だって吹けるの早くなった。吹けるの早くなったってことは時間経つの早いってことだよね。っていうことは楽しいってことだ。じゃあ配信終わりましょうね、みなさま。あと、そう、来月は AK ガーデン出演させていただきますのでよろしくお願いします。またチケット販売はまだだもんね。チケット販売になったらまたストーリーでも告知します。去年の今頃新春キャスト誰になるかそわそわしてたっけ。あー、ほんと、そうだよね、まだ知らない時期か。そうだよね。気合い入れてチケット取ります、よろしくね。確かに去年の AK ガンデンよりはアサルトリリーのこと分かるようになってきたから、去年に対して。そうだよね、きっとオリオンズのみんなもアサルトについていろいろ知れた部分は多いと思うから、自分も含めてだけど楽しめそうだね。だしリオも仮猫になんないと思う次は。うん、さすがにね。よしよし、ではでは終わります。順位読むね。13位、けいちゃんなん。12位がしげ、11位がなお、10位がザキ、9位がリマドキ、8位がシャケ、7位が TK、 6位がジュンヤ、5位が BO、 4位がジョリ、3位が夏月、2位がイシー、間違えた、ごめん間違えた、2位がゴリちゃん、1位が石。ありがとうございます、皆さん今日の配信遊びに来てくれてありがとうございました。いやー、なんかめっちゃ喋ったな今日。今からお風呂に入りたいと思います。じゃあみんな明日も頑張ってね。おやすみ。チャルジャー。バイバーイ。